かく写真を撮るために外に出たんですが、すぐにまた雨が強くなってしまいました。のぶさんが帰ってから数日間は大きな低気圧が来てたという関係もあって、毎日ね風と雨が強くて、写真を撮りに行くどころかもう外に出るのもちょっと危ないんじゃないかなっていうような状況になってしまいました。まあ残念だったんですけれども、泊まってた Airbnb の奥さんがですね、まあそういう状況なら家にいてノルウェーの料理とか教えてあげるから、まあ一緒にやってみようよってことになったんで、それはそれでね伝統料理だとかそういうのをね習うことができて非常に楽しかったです。ただ一つ残念なことにですね、せっかくね綺麗に雪が積もっていたロフォーテン諸島だったんですけれども、この雨でほとんど雪が溶けてしまって、場所によってはこう地面が露出しているような状態になってしまいました。これだとなかなかね綺麗な写真が撮れないっていうことで、あの別の場所でいい感じにね雪が積もってる場所がないかなとか、雪がなくても楽しめる場所はないかなと思って探したんですけれども、どうも近くに面白いビーチがあるってことなんで、まああわよくば晴れてたら写真を撮れればなっていうことで、あのとりあえずねロケハンに行ってみることにしました。面白いじゃん。まず最初はビクテンという小さなね町に向かっていく海岸沿いの道があるんですが、そこを走ってみました。この辺りのビーチは大きなねまん丸い石がたくさん転がっていて、結構ね面白いんじゃないかなと思いました。まあ、とても写真が撮れるような状況じゃなかったんで、まあ、とりあえずロケハン巡りみたいな形で、次は北の方のビーチにね行ってみることにしました。結構北の方に移動すると地形もね大きく変わってきて、雪の残り方とかも結構違いますし、そのあたりもね見てて面白かったです。このトンネルの手前側を左に入って奥に行くとホークランドビーチの駐車場があります。雨が降り続いたせいもあってぐちゃぐちゃで、地面もね非常に歩きにくいような状態になってたんですけれども、このコンディションにもかかわらず結構フォトグラファーの皆さんはいて一生懸命ね写真を撮ってました。波の花みたいな、波がこう泡みたいになってるようなねのがあると思うんですけど、そういうのをね写真を撮ってるような感じでした。ここも天気があまり良くなかったんで、トンネルをくぐって、まあ、一応最終目的地であるユッタクレイフビーチというところに行くことにしました。地名の発音がねちょっと難しいんで合ってるか分かんないんですけど、ストップヒアって書いてますね。この感じだとなんか入場料がかかりそうな感じです。でここにあのなんかチケットマシンみたいなのがあって、3時間50ノックって書いてますね。だいたいまあ500円から600円ぐらいクレジットカードで精算するような感じになってますね。今日はちょっと天気が悪いんで行きませんけど、また天気のいい日に戻ってきたいと思います。ということで天気がいい日に改めて行ってみました。今からこの間行ったビーチに行きます。今日は天気がいいんで結構写真撮れるんじゃないかなと思っています。この天気を左ですね、ユッタクレイフって書いてあるところですね。なんかアウトオブサービスって書いてありますね。そう、今ちょっとチケットマシン壊れてたんで、とりあえず中にゲートの中に行ってみて、スタッフがいて払えればいいなと思ってるんですけど、とりあえず行ってみます。結構ね車何台か入ってるんで行けるんじゃないかなっていう感じです。じゃあここで一旦止めさせてもらって、このビーチいいのかな、この山をする感じか、うん、とりあえず行こう。
ちょっと今ね、音声聞こえないかもしれないんですけど、すごい波の大きなビーチに来ています。ここはね、向こうが焼けてて、で手前にちょっと面白い形の岩があって、そこにこう波が強くかかってくるということで、かなり迫力のある写真になっております。今サンストップの ND フィルターをつけて、シャッタースピードがだいたい1秒から2分の1秒その間になるように調整して、波が来た際にすぐシャッターを切るような形にしています。めちゃくちゃすごいです。ちょっとね、カメラが波に被らないように気をつけないといけないんですけど、楽しんで撮影してます。ということで、雪がなくても楽しめる海沿いの景色ばかり巡ってきたんですけれども、今日撮った写真はこんな感じになります。ここのとこずっと天気が悪かったんですけれども、久しぶりにね、天気が良くなって、もう大満足の一日でした。はい、明日もね、晴れそうなんで、明日も写真撮れればいいかなって思っています。ということで、今日はここまでにします。本日もありがとうございました。久しぶりにね、晴れた天気で写真撮影を楽しむことができました。券売機のところはですね、この日たまたま壊れていて、この日は払わなくていいよっていう感じだったんですけれども、通常であればクレジットカードのみが使えるような感じです。現金は使えないんで、もしね、行かれる方がおられましたらご注意ください。ここから約宿まで1時間帰ります。帰ったらラーメン食べよう。今宿に帰る途中なんですが、また天気が悪くなってきました。本当今日はね、写真撮ってる時は天気良くてすごいラッキーだったなと思います。急に吹雪になるのは結構怖いので、本当にレンタカー借りて運転して行かれる方は気をつけて。